はい、どうも皆さん、こんにちは、ひとです。ということで、今回はね、ラジオ動画っていう感じでやっていくんですけども、巨人のね、山口選手がね、ポスティングでメジャーに移籍するっていうね、話、がありまして、その話をね、ちょっとしていきたいと思います。で、今回、プレミア12っていう大会があって、で、そのプレミア12で山口選手結構調子悪かったんだよね、ずっとね。あんまり、その、ピシャリと抑えた試合っていうのがなくて、大体ね、こう失点してるっていう感じだったわけですよ。で、俺はずっと、もう山口選手は調子悪いから、先発で使わない方がいいんじゃないっていうのは、ずっと常々、僕、ツイッターとかで書いてて、その明らかに調子悪いと、ボールが合ってないっていう話もあるし、良くないよねっていう話をしてたんだけど、まさかの決勝戦先発して1回3失点っていうね感じで降板して、オープナーみたいな感じになっちゃったんだけどっていうところがあって、で逆にね、だからなんでその稲葉監督は山口選手をね、そんな積極的に先発で使ったのかと。調子が悪い。もちろん今季残した成績はね、すごくいいものだったけど、とはいえね、調子が悪いのになんで先発で使い続けたのかっていうのがね、ちょっとこう、よくわかんないなぁと僕はずっと思ってたんですけど、ちょっとね、僕の中で一つね、わかったっていうか、これ納得した感じはあるんですよね。ポスティングで移籍するんで、移籍を容認してもらえるっていう算段がすでにこう、プレミア12の前からあって、で、その、世界の野球に対して、どれぐらい自分が通用するのかっていう、逆にね、こう、プレミア12で活躍すれば、メジャーリーグのスカウトからの評価っていうのもね、多少上がると思うし、世界の野球に対して、こう、一回ね、こう、腕試しをすると。で、かつアピールの場にすると。で、アピールできればね、なんていうの?その、ポスティングで、向こうがね、用意するお金も増えるし、そういう意味がね、結構あったんじゃないかなっていうふうに、思いました。そのメジャーへの夢があって、メジャーに移籍するっていう目標があったから、それに、稲葉監督も、応えて、先発で使い続けたと。結果としては、数字はね、全然良くない感じになっちゃいましたけどね。っていうふうなところが、あるのかなっていうふうに、僕は思いました。はい。そうですね。プレミア12の数字を見るとね、ちょっとこう、大丈夫かなっていう気持ちになったりはするんですけど、ただね、最近の MLB、メジャーリーグって、フライボールレボリューションとかで、ホームランを打つっていう、ホームラン、フライを打っていくみたいな、バッティングスタイルっていうのがこう、結構革命を起こして、ものすごいこう、なんていうの?もうホームランが爆増して、なんかホームラン30本打つのも全然珍しくないみたいな、40本とかの選手も結構いるっていう感じで、結構ね、こうバッター有利、ここ数年、投手が有利って言われてて、そういう状況から一気にこう状況が変わって逆にね、バッター有利になって、投手が逆にかわいそうな目に遭ってるんだけど、でもその一方でね、例えばバーランダーとか、300奪三振した先発ピッチャーとかも出てきてて、今までのメジャーリーグはね、結構ツーシームシンカーとかで、こう、ゴロを打たせて取るっていうのが理想っていうふうには、理想というか、そういうピッチングをする選手っていうのがすごく多くて、シンカーボーラーっていうのも多かったんですけど、向こうがね、フライを狙ってくるんだったら、高めのフォーシーム、高めの直球で空振りを取りに行けばいいっていうような、感じになって、逆に今のね、メジャーリーグっていうのは、フォーシーム、ストレートですね、普通の。ストレートを投げるピッチャーがすごい増えてる。で、高めの直球っていう配球も増えてるっていうところがあるので、なんていうんですかね、日本人投手って今までね、こう、癖のないストレート投げてるから、あんまり通用しないみたいな話もあったんですけど、その辺に関してはね、逆に癖のないストレートだからこそ使える部分も出てくるかなっていうふうには思うんだけど、ただ、問題は球速だよね、球速、
ストレートの球速がどれぐらい出るか、あとコントロールがどれぐらいまとまるかっていうところだと思うんだよね。あとはね、その、まあ、日本人ピッチャーでこう海外移籍した選手ピッチャーって大体フォーク、スプリッターを結構投げてて、まあそれがねメジャーリーガー相手に結構通用するボールになって、こうウィニングショットみたいな風になっていってる。例えばマー君とかもそうだし、上原とかね、そういう結構フォークボーラーっていうか、フォーク使えるピッチャーっていうのは、まあ、活躍する傾向にあるんで、まあ、山口選手もね、まあ、フォークはね、いいボールですし、まあ、スライダーフォークかな、基本的な球種としてはね、まあ、使えるというか、結構活躍、大活躍するかどうかは、まあ、さておき、まあ、エースになれるかどうかはね、置いといて、ただね、結構いい数字というか、まあ、防御率3点台ぐらいにはなるんじゃないかな。2点台はちょっと大変だと思うんだけど、2点台にするのは。3点台後半ぐらいは、記録できると思うんだよね。個人的な印象で言えばね。まあ、ちょっとコントロール、まあ、今回のプレミア12でもそうですけど、ちょっとコントロールのね、問題がちょっとあって、まあ、それがね、メジャーリーグのボールへの対応とかね、そういう、こう、問題もあるし、まあ一概にはね、言えない部分もあるとは思うんだけど、まあでもね、まあ、なんていうのかな、プレミア12ですごいこう炎上というか結構打たれまくったから、あんまりこう良くない印象になってるけど、まあ思ってるよりは、まあ活躍するんじゃないかなっていうふうには思います。はい。ということでね、まあそんな感じで、割と、まあ期待できるというか、まあ活躍するんじゃないかなと思います、個人的にはね。まあただ、まあコントロールの問題とかいろいろあるしね、まあそこが、まあ難しいとこかなと思うけど、まあリリーフもできるしね、彼は。先発じゃなくてもいいから、別に。リリーフもできるし、まあその辺は便利屋というか、まあある程度ね、その、まあいろいろ起用法もあるからいいのかなっていうふうには思うんだけどね。はい。まあ、そんな感じですね。はい。で、あとはね、そうだな。まあ、鈴木大地がね、楽天に移籍するらしいということでね。いやー、まあなんだかんだ今年のなんかオフシーズン FA の目玉って言ったら、まあ、僕は鈴木大地だと前から思ってて、まあ、やっぱり鈴木大地はねどこのポジションでも守れるし、ある程度ね、まあ、ショートはちょっと久しく守ってないからあれかもしれないけど、まあ、便利な選手なんでね、結構争奪戦になるかと思いきや、まあ、そんなに争奪戦にならなかったけど、あとは、まあ、福田周平がねどこに福田周平がどこに移籍するのか、僕はヤクルトファンなんで、まあ、ヤクルトに来てほしいと思ってるんだけど、ただ今年のオフ FA 見てて思うけど、まあ、やっぱ、めちゃくちゃ大物の選手がすごい来るっていう感じでは、FA するって感じではなかったから、まあ、それがさ、まあ、福田周平選手 C ランク、人的保障がいらない、っていうところもあって、そこがね、すごい強みだから、すごい集中しちゃったよね。ね、で、まあ、俺はね、福田周平の価値がね、こう、上がりすぎてるような気がするんだよね。まあ、もちろんいい選手ではあることは認めるんだけど、ただそんなにこう、みんなで取りに行くほどのものすごい選手かっていう、まあ別にね、フルシーズン試合出てるわけじゃないし、もちろん長打力はね、ここ最近すごいけど、っていうね、逆に価値が上がりすぎてて、なんかその、正当な、こう、なんていうの?その、選手の活躍に見合った年俸になるか、払えるかっていうのはちょっと難しいところだからね。まあ逆に言えば、福田周平選手からしたら、今年のオフの FA 選手のね、あんまりこう、まああんまり FA がなかったということで、まあ逆に助かったみたいなね、とこもあると思うんですけど、選手個人としてはね。ただ、まあなかなか難しいところではあると思うんだけどね。って感じです。だからまあ、僕は、だからまあね、その鈴木大地がね、楽天行くっていうのは結構でかいというか、まあ、三塁としてね、多分、使うのかな?俺だったら三塁で
使いたいところですけどね。まあウィーラーとかもいるけど、まあやっぱり、鈴木大地の方がまあ守備的には信頼できるかなっていうふうには思いますしね。うん、まあでも外野もできるしね、別になんかいて困らないし、長打力もまずまずあって、打率もそこそこ残せて、まあすごく便利なんで、まあ楽天は良かったんじゃないかなと本当に思います。まああとは人的保障で誰が移籍するのかみたいなところもありますがね。はい、ということで、今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。はい、まあ山口選手のねメジャー挑戦っていうのはまあね、ちょっとプレミアトゥエルブのせいでちょっとこう印象があんま良くないかもしれないけど、まあ意外とでも いけるんじゃないかっていうのが僕の予想です。はい、ということで今回はそんな感じで終わってきます。また次回、バイバイ。